ピーター・ジョン・カーリシモは、アメリカ合衆国のバスケットボールの指導者。ペンシルベニア州出身。アメリカ男子、プロバスケットボールリーグ NBA の、ポートランドトレイル・ブレイザーズ、ゴールデン・ステート・ウォーリアーズ、シアトル・スーパーソニックス、オクラホマシティ・サンダーのヘッドコーチを務めた。アシスタントコーチの経験も豊富で、1992年、バルセロナオリンピックのドリームチームで、 チャック・デイリーヘッドコーチの下、マイク・シャシェフスキー、レニー・ウィルケンズラとアシスタントコーチを務め、金メダルを獲得している。NBA では、サンアントニオス・パーズで、グレッグ・ポポビッチヘッドコーチの下、2002年から2007年の間に、3度の優勝に貢献した。フォーダム大学を1971年に、卒業の後、コーチングのキャリアを、 ホーダム大学のアシスタントコーチとしてスタートし、1971年から1975年の間勤めた後、カレッジバスケットボールのヘッドコーチを数校で務め、1992年、バルセロナオリンピックバスケットボール男子、アメリカ合衆国代表チームで、チャック・デイリーヘッドコーチの下で、マイク・シャシェフスキー、レニー・ウィルケンズラとアシスタントコーチを務め、金メダルを獲得した。 1994年に NBA のポートランドトレイルブレイザーズでヘッドコーチとしての職を得て3年間務め1997年にゴールデンステートウォーリアーズのヘッドコーチを務めたその後サンアントニオスパーズの第一アシスタントコーチに就任しクレッグポポビッチの下で2002年から2007年の間で3度の優勝に貢献したその後 2007年シアトルスーパーソニックスのヘッドコーチとして1シーズン指揮を取った。2010年に再びアシスタントコーチに戻り、トロントラプターズ、ニュージャージーネッツで活動している。ゴールデンステートウォリアーズのヘッドコーチに就任した1年目、チームは開幕から14試合で1勝13敗とどん底にあった。1997年12月1日のチーム練習で、 ラトレル・スプリーウェルに首を絞められるという事件が発生した。スプリーウェルは無期限の出場停止になり、もともと暴言癖があったというカーリシモンにも悪評が付きまとってしまった。後に、両者は和解したものの、2005年夏にスプリーウェルとアラバマ大学時代のチームメイトにあたるロバート・オーリーが当時所属していたサンアントニオスパーズ入りを進めたところ、 スプリーウェルはスパーズのコーチ陣にカーリッシモがいたことを理由にスパーズ入りを拒否し事実上の引退となった。ありがとうございます。